立ち上がったカムイだが、ヤトの血に飲まれ、その目は正気を失っていた。あれはあの時のカグラちゃんと同じ。あれはもうバカ兄貴でも団長でもねえ、名前も忘れちまった獣だ。カグラちゃん！リミッターが外れたか。やめろ！カムイ！それ以上やったらお前の体は。ギーちゃん！もう誰も死なせやしない。僕らもよろずやの名にかけて。カムイ、もう何も奪わせない、もう何も失わせない。私が、私たちが、お前の中に残った最後の名前を、バカ兄貴を守る。だからお前は、そんなもんに負けてんな！喧嘩くらい自分の拳でやらせろよ。負けるわけにはいかないんだ。もうお前には負けられるかよ。妹にこれ以上、兄貴が、いい加減勝ちを譲れよ妹よ。もう勝負はついてるある。殴れなかったにせよ、殴らなかったにせよ、兄貴の拳じゃ私は倒せないよ。妹の手は振りほどけないよ。おかえり、カムイ。ようやく家族4人揃ったね、カグラ。やっぱり家族は一緒じゃなきゃ。あの時マミーの隣にはお前もいたね。お前がどこまで逃げたって、どれだけ遠く離れたって、振り切れやしない。カムイ、お前はマミーの、私たちの家族だよ。戦いは決着したが、春雨の軍勢に囲まれる銀時たち。しかし彼らを率いる三教生はもはや虚ろに従う気はなかった。カムイと共に海賊として大西側と戦おうと考える三教生たち。似合わねえな、戦場だろうと妹の膝だろうと。お前が転がってんのは、やられたまんまで、負けたまんまで転がってんのは。もう負けないさ、誰にも。俺は息子としてより、兄貴としてより、海賊として長く生きてきた。今更引き返すつもりは毛頭ない。進むだけだ。
妹が追いつけないほど、ずっと先へ。親父を見下ろすほど、ずっと高みへ。あの人に届くくらい、遥か遠くへ。そこまで行くつもりがなきゃ、追いつけやしない。帰れやしない。あそこには。カムイは海賊たちと共に去っていった。残りの春雨や奈落たちも撤退し、一人残ったおぼろも高杉との切り合いの末敗れた。こうして洛陽での長い戦いは終結したのであった。逍遥の最初の弟子でもあったおぼろは、逍遥と虚ろについて語る。虚ろは永劫に続く苦しみから逃れるため、無数の人格を生み出した。それらは人にされた仕打ちを真似るかのように殺戮を繰り返す。だがそんな中生まれた殺戮を止めようとした一つの人格、己を変えようと抗った、ただ一人の虚ろ、それが吉田逍遥だった。無数の人格を抑え込み抗い続けた逍遥。しかし本来の虚ろは悟る。どう抗おうと苦しみ続ける運命なのだと。彼は生み出した無数の人格を殺し尽くし、再び表に出てきた。全てを終わらせるために。こいつの眠る場所はここじゃねえ。死の隣か、俺たち弟子の隣になるのか、そいつは知らねえが、帰るぞ。消化村塾へ。今さら何を聞いたところで驚きゃしねえさ。何も変わりゃしねえ。逍遥という人格を殺したのは虚ろなのかもしれねえ。だが虚ろが付け入る隙を生むまでに追い込んじまったのは俺たち弟子たちだ。自分を追うなと言ったあいつの言葉も聞かず、仲間を危機にさらす戦いに挑み、虚ろを目覚めさせる最後の死を逍遥に与えたのは俺だ。逍遥を終わらせ虚ろを生んだのは俺たちだ。それでもあいつはあの時。ありがとう。そう言ったよ。迫る自分の死に目もくれず俺を見て、確かに笑ったよ。先生はこうなることを知っていたのかもしれん。いずれ自分の内にある怪物が自分を飲み込み、星さえ飲み込むほどの強大な影になることを。そしてその闇に抗う希望を世に残すために消化村塾は生まれたのかもしれない。死に臨んでなおあの人の目に映っていたのは恐れでも悲しみでもなかった。死の屍を越えても消化村塾を、その魂を守らんとするお前という大きな希望の姿だった。だからあの人は、お前は笑ったのだろう。
吉田松陽という男の抗いはおまんらを生んだ。そしておまんらの抗いはわしらを、その仲間を生んだ。希望はもう一つじゃなか。その抗いが何を生むか、とくと見せてやろうではないか。二人の吉田松陽に。